自らを家畜化した動物ボノボ。人間は従順でおとなしい個体を選択的に交配させ動物を家畜化してきましたが、ボノボは自らを家畜化してしまいました。200万年前アフリカのコンゴ川ができた時、ボノボとチンパンジーの祖先は分断されました。川の北側に住んでいた方は彼らより体の大きなゴリラと食物を取り合う必要があったため、より大きく攻撃的になりました。一方南側に住んでいた者たちはボノボへと進化することになります。そこでは食物が豊富にあり、しかもゴリラがいませんでした。するとメスのボノボはオスをえり好みするようになったのです。結果攻撃的なオスは滅んでしまいました。メスのボノボはより優しいオスを選んだのでした。